財務大臣の口車に乗って俺たちは設備投資しなくてよかったと思ってる経営者もいいんじゃない。お何とっとんだてめえは。はい、特別定額給付金の第2弾をお待ちの方は麻生財務大臣がね結構ね憎いんじゃないかなと思いますけども、財務大臣ももう給付金を出さないと言ってるわけじゃなくてね、まあ渋ってることは渋ってるんですけども、何なんですかね。まあ今日の話題は麻生財務大臣が実はね自分の判断がちょっと間違っていたってことを認める発言をしたんで、ちょっとそこまでつっついてみようかと思うんですよ。というのが去年の企業の内部留保利益余剰金っていうのが475兆円合計だったらしいんですよね。企業がそれだけお金を余らしていて、そのお金を人材とか設備投資に使わなかったってことなんですよ。それに対して麻生財務大臣はずっとねこの余剰資金があまりにも企業多すぎるからこれを何とかねしてないけんと、もっともっと使えっていうふうにずっと言ってたんですよ。まあでも企業の経営者さんはなかなか人材にもね新しいビジネスにも投資することなくずっとお金を持ってたんですよ。そうすると今回の感染症騒動ですよね。結局内部留保が手厚い会社ほど今回は余裕を持って生き延びることができたということでね、麻生財務大臣のずっとねもっと利益を使っていかないと設備投資しないとっていうのを本当に真に受けてその通りにやった会社っていうのは何の保証もなく今回余剰資金も使い切ってしまった後で、利益余剰金もない内部留保もない状態で保護もきちんと受けれずにね倒産してしまったと。まあそういう会社からのね恨み節っていうのは結構の私の耳元にも届いてきてるんですよ。昨年まで、内部留保をねどんどん使えて麻生財務大臣が言ってたからいろんな設備投資したらインバウンドなんて消え去ってしまって、で感染症対策のお金もなくって、かといって国から補助が出るわけでもなくて、何かねお金をなんとかしてくれって言ったら融資でなんとかしろっていうもんですから、融資をしてみたら完全に、債務超過になってしまったと。でどんどん潰れたみたいなね、そんなことも届いてるわけなんですよ。だからね麻生財務大臣の見立てっていうのは、今回の感染症騒動はもう予測がつかなかったとはいえね、企業の内部留保を使え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 って言っといて無責任だなと思うんですよ。そうじゃなくて企業の内部留保は使ってしまえば企業の体力は落ちます。ただ市場にお金が流れるっていうところではいいんですけどもね、でも企業の体力は落ちるわけですよ。だったら体力が落ちようのない財務省のね財布を紐解けっていうことなんですよね。麻生財務大臣は企業の内部留保を使えっていうんじゃなくて財務省の無限の内部留保をどんどんね市場に流してくれってことなんですよ。今からでも遅くないんでね、麻生財務大臣、麻生さん見てますか。見てないですね。見てるわけないですね。事務所に電話してるのにもう出てくんないですね。いいですよ、出てくんなくても。こうやって YouTube で勝手に喋るんで。で麻生財務大臣ね、やっぱり麻生財務大臣の言う通りに、内部留保を使った会社は潰れましたよ、おかげさまで。で内部留保をいや麻生財務大臣に言うと当てにならないからなっていうのでキープした会社はしっかりと生き延びました。今年これどうするんですかこれ、自己責任ですかね。これも財務大臣の見立てがまあ結果的に甘かったってことなんですよ。ですんで緊縮財政も甘かったとそろそろ認めましょうよ。だって財務大臣になる前にお金すればいいんだって言ってたじゃないですか。なんで財務大臣になった途端にお金をね全然出さない、プライマリーバランスの黒字化とかなんかそんなこと言うんですか。国債は借金じゃないでしょ。国債は、お金を発行しましたという証明書であることに過ぎないわけですよ。で国債なんていくら膨らんでもね地球滅亡の日までほっときゃいいんですよ、麻生財務大臣。じゃあね今回のニュース、これをね画面キャプチャー動画キャプチャーして私の動画の後につけておきますから、それを見てね麻生財務大臣がヘラヘラ笑ってるところをみんなでねなんだこいつみたいにねちょっとね憤りを強くして、今日も麻生財務大臣の事務所に電話、菅総理の事務所に電話、そして官邸にメール、定額給付金第2弾出してください、出してくださいよって感じで皆さんのね、窮状を訴えてみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上です。新しいネタがこのぐらいしかなくてね、今日はすいません、無理やりの動画みたいな感じになりました。では失礼します。財務省によりますと2019年度の企業の内部留保にあたる利益剰余金は前の年度と比べ 2.6% 増えて475兆円となりました。景気の先行き不透明感から企業が投資を抑制し、内部留保が一段と積み上がった格好です。この内部留保がやたら熱くなければ今回のコロナの対応はもっときつかったろうな。
というところはありますから、それは財務大臣の口車に乗って俺たちは設備投資しなくてよかったと思ってる経営者もいいんじゃない麻生財務大臣は内部留保が厚かった企業ほど新型コロナウイルスに耐える体力があったとしながらも、もう少し設備投資とか給与に回って叱るべきじゃないかとも述べ、内部留保を減らすべきとの持論を語りました。